京急駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。当初はアカスタをネームシップとしてアカスタ級と称されていたが、1913年に再種別された。イギリスにおいて、1908年4月に成立したアスキス内閣では、社会保障の財源確保のため、自由統一党以来の海軍増強計画の見直しを進めていた。この流れを受けて、 イギリス海軍では、1908から9年度計画の B イーグル級、1909から10年度計画の A コーン級、1910から11年度計画のアケロン級と、艦型を小さくまとめて、コスト低減を重視した駆逐艦が建造されていた。しかし、アスキス首相自身は、海軍増強の必要性を認めており、また1910年1月に行われた。 庶民委員総選挙では海軍増強を主張する統一党が大きな支持を集めていた。仮想的であるドイツ帝国海軍の大型水雷艇の性能向上もあり、1911から12年度計画の駆逐艦は再度大型化による公用性向上を施行することになった。これによって建造されたのが本級である。なお、アケロン級では、 イギリスの民間造船所の高い技術力に期待して、海軍本部の設計による基本型とは別に、設計、建造にあたって、各造船所に大幅な自由裁量を許した特型が建造されていたが、このアプローチは本級でも踏襲されており、4タイプ8隻が建造された。戦型は e 級以来の選手楼型が踏襲されているが、 北海全域で行動できるように艦型は拡大され、1905から6年度計画のトライバル級と同程度の大きさに戻った。また高速化の要請から、船体は L、B 比が10に近い、細く長いものとなった。艦型の拡大を補うとともに、さらなる高速化を求められたことから、IQ の倍値回出力の強力な出機が搭載された。これと合わせて、 ボイラーは IQ より一缶増やし HQ と同じく重油栓晶水管ボイラー4缶とした。蒸気清浄は圧力 250LBF インに飽和温度であった。主機関は IQ のファイアドレイク特型に準じたパーソンズ式直結蒸気タービンによる二軸推進を基本とするがジョン・ブラウン社の缶ではブラウン・カーチス式の直結タービンが搭載された。 IQ と同じく、パーソンズ特型では、同社式のセミキヤードタービンを搭載したものの、推進機の回転数は直結タービン間と、ほぼ同程度であり、減速機による音程は乏しかった。当初の要求速力は32ノットであり、後に造船所側の要請を受けて29.5ノットに緩和されたものの、海上高見では各艦とも30から32ノットを達成した。 また、艦型の拡大と合わせて、北海全域を行動範囲に収められるように、重油搭載量を増大し、航続距離2400回りを確保した。ソーニクロフト特型のハーディでは、さらなる航続距離延伸を狙って、巡航用のスルザー車製、ディーゼルエンジンにより駆動される、中央軸を追加して三軸推進艦とする計画であったが、 ディーゼルエンジンの準備が間に合わずに実現しなかった。最初期の水雷低駆逐艦は、主砲として40口径 7.6cm 砲、副砲として40口径 5.7cm 砲を採用していた。その後、1906年には、日露戦争の戦訓を受けて、威力不足の6ポンド砲は廃止され、12ポンド砲のみが搭載されるようになった。 1906から7年度の F9 より40口径 10.2cm 砲が導入され、12ポンド砲は副砲に格下げされた。そして1911年に A 級駆逐艦、フェレットを実艦標的として行われた射撃試験により、10.2cm 砲弾1発の威力が 7.6cm 砲弾6発に勝ることが確認されたことから、 外国駆逐艦の大型化もあって、本級では、とうとう12本の砲も廃止され、艦砲は4インチ砲3門に統一された。水雷兵装としては、従来の駆逐艦が踏襲され、53.3センチメートル、単装魚雷発射艦2機を備えている。ありがとうございます。